いいから。僕のジョージさんのイメージは、うん、やっぱり移動中にゲームをしてるっていう。ミンゴル。ミンゴル。僕、もともと、最初の頃は、そのゲームするって存じ上げなかったので、ふとした時にジョージさんの、このカバンから、あれ PSP が出てるぞと思って。そうそう。で、ね、あれストラップがミンゴルだぞみたいな。そうだね。で、あと、他のも、FF の、外伝みたいなのもやってたし、で、僕ら、たまに現場で会って話をすると、作品で、あれ今中村さんやってるけど、どうなのとか、あと、ゲームでわかんないことがあると、今これやってんだけど、これどうなのかなって聞いてたよね。僕にとってはゲームの師匠みたいなもんだから。こんなに若手にゲームのことを積極的に聞いてくるベテランってそうそういないですからね、皆さん。これ常識じゃないですかね、この業界の。もっと若い人ちょっと聞きにくいんで、中村さんに知ってるよな、多分と思うと、ああ、教えて、みたいな、ね。そうですね。そういう話した記憶はあります。あるよね。僕が聞きやすいのは、中村さんとか杉田さんとかに。の世代が。そうだね。質問しやすいですけど。いや、もうどん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 これからも聞いていただけると、わかんなかったら調べときますね。頼りにしてるから。はい、ぜひぜひ聞いていただけると。ラジオシャンネーム、水浦さんです。中村さん、ジョージさん、こんにちは。こんにちは。まさかジョージさんがいらっしゃるとは想像もできず、感動しつつも困惑しています。困惑してる。ラジオシャンってすごい番組だったんですね。そうだよ。なんだと思ってんだ。さて、ジョージさんといえば、頻繁にツイッターを利用していますよね。出演作品についてはもちろん、プライベートが垣間見える写真や動画もアップしてくださるので、そんなことない。ジョージさんのツイートを見るのがいつも楽しみです。じゃあ今日はユーキャンとツーショットを撮って後であげるから、ね。あげます。中村さんは、ツイッターでもゲームの話がとても多いですね。僕はゲームの話しかしないんです。最近はモンスターをひたすらゲットしているようで、はい。100万人を超えるフォロワーを持つとは思えないフランクさんにいつも笑ってしまいます。本当だよね。笑われてるのか。ユキャンとかさ、はい、スイートさんってさ、ツイート見てるとさ、はい、え、何 ?100 万え、普通の、もう世間一般の大スターの人より、フォロワー多いじゃん。俺、うかつなこと言ったらすぐ炎上だよね、みたいな。心配してんだよ、俺。いや、だからゲームの話しか多分しないんじゃないですか。なるほどね。プライベートうかつなこと言うとね。そうだと思いますよ。ね。全くそんな気はなかったですけど。そうじゃんもんね。そうなんです。ね、何がどうなるか。写真危ない。バキューン今のとこバキューンです。ジョージさんがわざわざバキューンポイントを作ってくれた。でもさ、二人のツイッター僕もたまに拝見するんだけど、はい、何ってかわかんないんだよ。100万人いてさ、こんなつぶやきでみんな大丈夫なのかなと思うね。みんなゲームしてるからよくわかんない。大丈夫じゃないと思いますよ。大丈夫な。だから、リプって言うんですかね。それに対してのコメントほぼ来ないですよ。でもみんなも分かってんじゃないの、このゲームのことは。100万人も監視してるような状況ではないですよ、決して。シーンとしてますから。さざ波も立たないみたいな状態ですよ。杉田の方がより時々よく分からないこと。僕すら、何の話してるんだろう。中村さんも分かんない。分かんないです。じゃあ僕は分かんないよね。しょうがないよね。しょうがないと思います。ね。はい。だからまあ多分そういうもんだなと思ってる、ね。いや、ありがとうございます。ということで僕、ジョージさんと初めて現場をお会いしたのは、未だに覚えてるんです。ブラックラグーンっていうアニメの、第1話で、僕もゲストで1回しか出てない。ジョージさんが2話目も出てたかな ?1 話だけでしたっけ ?1 話だけだ。ジョージさんゲストだったんですけど、その時僕、寝坊したんです。本当に僕、大した心臓だな。あのメンツで ね。いや、僕も思いましたよ。もう行きの電車とかで向かって最中に、突然俺死なないかなと思ってました。俺も思ったね。遅刻しちゃってきて、そう思うよね。思いました。もう、しかも、このメンツかと思って、で、ちょうど、僕でもセリフ自体は B パートからで、B パートに入って、とりあえず、その、作業内容的には事なきを得てたんですけど、もう非常に辛い思いで、座る席がジョージさんの横が空いてたんで、ジョージさんの横座ったら、ジョージさんがぼそっと、何寝坊したのって。本当話しかけてくれて。磯部さんとか出てました。磯部さんとかいました。で、僕はあんまいじってほしくはなかったんですけど、ただ、声をかけてくれたのはすごい嬉しかったのを覚えてます。ありがとうございました。いやいやいや、そんなごめんしました。全然記憶にない。本当遅刻したんだ。そうだ、もういいです、ありがとうございます。負けはもう、ジョージさん帰ってください。もうありがとうございます。